プロバクトロサウルスイグアノドンティアハドロサウルス浄化の初期の草食恐竜の族である。白秋前期の中国に生息していた。アジアのイグアノドンとして知られる。復元図中国古動物館に展示の骨格1959年及び1960年にソビエト中国遠征隊により内モンゴル自治区ムーアート近郊で新長逆類の化石が発掘された。 タイプ種のプロバクトラソリスコビエンシスは1966年にロジェストベンスキーにより命名、記載された。俗名はプロバクトロサウルスがバクトロサウルスの直接の祖先であるというロジェストベンスキーの仮説に基づいている。種商名はゴビ砂漠にちなんでいる。ホロタイプ標本であるピン2232-1は大水溝類層の地層で見つかった部分的な 頭骨の骨格である。他の部分骨格ピン2232から10が多数の断片と共に発見されている。1966年にロジェストベンスキーは断片的な資料に基づいて第二の種プロバクトラソリスアラサニカスを命名した。種商名はアルシャーメイにちなんでいる。2002年にデビッド・ブルース・ノーマンはこの属の再検討を行い、そしてその中で P. アルシャニカスのタイプ標本について報告している。この標本は、頭骨の後部であり、モスクワから北京に派遣され後に失われている。結論としては、この種は P. ゴビエンシスの死の任務だということである。1997年緑んマサは1992年に発見された、ホロタイプ iVOP V11333 に、 基づいて、第3の種プロバクトラソリスメイザーアンシェイネンシスを命名した。この名前は、感触症の馬さんにちなんでいる。今日ではこの標本は、ピーコビエンシスよりも、エクイジュブスやアルテリヌスにより禁煙だと見られ、一般的には、プロバクトラソリスメイザーアンシェイネンシスとされている。プロバクトロサウルスは、草食恐竜であり二0 1年のグレゴリー・ポールの見積もりでは、 体長5.5メートル、体重約1トンである。軽量な作りで腕や手は比較的細長く、親指のスパイクは小さかった。細いン部、身長した下顎及び扁平な頬葉の重なり合った二重の列からなる葉の組を持っていた。おそらく主に四足歩行でいくつかの特徴を後の鴨のシ恐竜と共有していた。 プロバクトロサウルスはもともとロジェストベンスキーにより、イグアノドン化に分類されていた。今日では、ハドロサウルス浄化であるとみなされ、比較的密接にハドロサウルスカと関連している。ありがとうございます。